もっと上。上。そうそう、それ上になった時に肘の位置が、こうやって、こうやって、こういう風に下がっちゃう感じを、上がっても肩の位置よりも肘の位置が下がらないようにする。右でやるとこうやって、こうやってやって、こうやって肘、肩の位置より肘が下がる感じじゃなくて、ここ、ここで切り返していく。うん。どうしてもこっから、こっちの位置にこうやって、こっからこっちの位置にこうやって持ってきちゃうんですけど、こうやって手の位置をあんまり変えないでこうやって体の前からこうやって持ってくる感じ。これをこうやってこのままこうやって持ってってる感じが気になるんですよ。そう、体の前から。体の前でラケット。うん、それを今まだこうやってここまで持ってっちゃう。本当は、テイクバックの位置が作ってください。この辺なんです。で、こう来て、こう来る。そう、コンパクトに、すごいコンパクトにする感じ。小さくして、で、前で。今の感じ、すごいいいです。もう一回、どうぞ、はい。今のその位置から、小さくして、上で。よし、そうそうそう。小さく、上で。小さく。ちょっと当たりが厚くなったと思います。もう少しだけコンパクトにというか、もう本当に大げさにこうやって、この辺からパンパンってこうやって結構早いタイミングでクイックっぽく、ターン、ターン、欲しい。結局今の感じで振り出している時に、こうやってラケットのこっち側の方からグッてこうやって出てる感じがあるんですよね。こうやって。これを、肘が前に来たら、こういうふうに、ラケットがこういう動きになりますけど、こういう動きじゃなくて、こういうふうに出てる感じです。こういう感じ。これをリラックスさせて、肘からリードさせていくような感じの動きです。そうです、そうです。小さく、肘からリードさせて、肘からリードです。欲しい。はい、はい。うん、肘からリードさせていく感じで、どっちかというと、もうちょっとこうやって、早くこうやって出していくイメージ。パンパンって、クイックでパンパンって、そう。ちょっとその動き、最後。めちゃクイックでシンプルに小さくパンパン。そう。今の感じのイメージをちょっと使っていただくと。はい、すいません、ちょっと時間が足りないですね。はい、行きましょう。どういうサーブが打ちたいとか。いつもなんかちょびってなっちゃうんですね。回転だけかかって。OK です。もうちょっと厚い当たり で、プラスちょっと。そこまでなくてもいいです。なるほど、わかりました。はい。回転の薄い感じをちょっと厚く当てるようにしたい。はい。どうぞ。うん。わかりました。こうやって、やっぱり肘の位置、ここに来ちゃうんですよ。この辺に来て、テイクバックを手でこうやって引いちゃってる、フォアで言うとこうやって引いちゃってる状態。それを、こういうふうに引いちゃってる感じを、ここ、最初にここにある状態から、上に切り返してくるような感じのイメージ。こうやって顔の前にあるんじゃなくて、こういう風になっちゃう状態を顔の前にこういう風にある感じ。ここから切り返してきた。ボール投げるときってこうやってやったら、こうやってやって、こうやってこういう風な感じになるじゃないですか。ですけど、多分ボール投げるときってこうやってこういう風に投げた方が、肘がこうやって前に向かないとこういう風にいかないんです。これをちょっとこういう風に切り返す。そう。すごいクイック気味で小さくする。そう。そういうイメージ。もう一回。肘だけでリードしていく感じ。そう。
今の感じを少しスイングの方向だけを肘を意識しながら上の方向に持っていくだけ。上に。そうそうそう。あとはどうしてもちょっとこうやってすぐこうやって頭の位置が向こう側向いちゃうんですけど、こうやって頭を上にこうやって引き伸ばしていくような感じの動き、プラス顔が伊達に残っているような感じの動きをつけてあげると。トロフィーポーズ、上に。そう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 。上に。で、まだちょっと後ろに引いてる。もうちょっと顔の前。ちょっとゆっくり振っていってください。ここで、ここに当たらないぐらいな感じ。ここにある感じ。そこから、切り返し。そう。で、切り返していくときにどうしてもこうやって体を、こうやって返しちゃう感じを。これを、ちょっと体、ここにある程度こうやって壁がある感じで、体がこういうふうに開いてからじゃなくて、こういうふうにちょっと ここの開きを抑える感じで。そう、惜しい。上げた左手を、このぐらいまでで我慢する感じ。これをこっち側にしちゃうと開きすぎちゃう。トロフィー上げてからちょっと我慢。そうそうそう。それで力を上に出してきました。上に。うん、どうしてもぐーっと入った時にこういう風にこうやっていく感じをちょっとここで早めに切り返してくるような感じ。そう。それを切り返しの動作につなげていくには、足の蹴りをこうやって早く使って、そうすれば手も連動して早く切り返しの動きにつながると思う。蹴って。その感じをちょっといつもよりも蹴りのタイミングをためすぎないで早くする。はい。そう。はい。あとは割と左の方にこうやって乗りすぎるんですよ。これをもうちょっと膝が前に出るっていうか、トスをちょっとコントロールして、膝がグーってこうやって前に出ないような感じで、上に、そしたら上に飛べるんですけど、まだこうやってちょっと つまずくみたいな感じ。ちょっとそのままバランス作って下がる感じは。こういう意識です。はい。で、上に。惜しい。OK。じゃあ、ちょっと、この今、テイクバックの位置にラケット止めてください。そこからラケットがこうやって、今みたいなこの切り返しの動き。こういうふうに。肘が前に出ていく。こういう動き。そうそうそう。それで上に行く感じです。はい、前に行きながらじゃなくて、上に、そのスイングの力だけ上に。こういうバランスになってからこういうふうに行く感じなのか、上に行かないんですよ。これがもう、ちょっとだから自分の手前の方にトス上げてる感じ、上の方に振り上げる感じ。上に。そう。もうちょっと自分の手前ぐらいに上げていいです。近くに。で、上に振り上げる。切り返して上に振り上げる。そう。今の感じ。切り返して上に振り上げる。上に。そう。今いいですよね。熱くなりましたよね。上に。OK。当て方、ちょっと弾道を上げたかったら当てる感じのイメージは少し上にこうやって。惜しい。そう。だいぶ熱くなってきた。はい。ラスト2球。よし。ちょっと今前傾っていうか前。はい。バランス。最後。OK。もう一球。どうぞ。トスがずれただけ。ラスト。そう。だいぶ熱くなってる感じはあります。はい。